部、高齢福祉室、および保健スポーツ室にご勤務されていらっしゃいます浜崎大輔先生にご講演をお願いいたします。浜崎先生は箕面市の総合事業の推進に、ね、中心的な役割を務められておりまして、毎日のトレーニングも日課とされているようで、腹筋が8つに割れているとお聞きしております。それでは浜崎先生よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。箕面市役所の、健康福祉部で理学療法士をしています浜崎と申します。本日はよろしくお願いします。今日私に与えられたテーマがですね、箕面市の総合事業の取り組みということで、理学療法士の立場から、役割について、1時間ほどお時間いただいてお話しさせていただきます。で、まずこれ皆さん日本の人口ピラミッドなんですけれども、こういうのを見たことはありますかね。これ結構市民さんとかに話しするときに、今の日本の、実情をこう話しする上でこの図を結構使ったりするんですけれども、例えばこの土台となっているこの黄色い部分ですね、これがだんだん細くなっていっている。でこの真ん中のこの肌色見ていただくと、これ20歳から64歳までの人口ですね。これもこれいわゆる現役世代、生産年齢人口というそうですね、64歳から20歳から、これがだん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 こう右の方に行くほど、これも細いですよね、痩せ細っていっていると。これ形でこうざくっと見ていただくと、この日本の今将来の姿がいただきますと、まあ北摂のね、ここが兵庫県の川西あたりですかね、ここら辺ですかね。で箕面市は結構近くですね、ここまで車で30分で、まあ、来れるところなんですけれども、箕面市はここに位置づいています。で箕面市は、まあ、この滝、箕面の滝が有名で、紅葉が有名なところですね。で人口が大体、まあ、13万ぐらいという町です。大体13万人ぐらいの都市、こんな感じですね。で箕面市の総人口なんですけれども、どれぐらいの規模の町かといいますと、この介護保険が始まった当初、平成12年ぐらいに箕面市は12万都市だったんですね。で今現在13万5千何本ですかね、こんな感じで。でこれが、平成37年10年先を見越して、2025年問題と言われるような時期に差し掛かるときに、箕面市の人口は15万、2217人ですか、これぐらいに増えると。まあ珍しい、人口が、ね、減少している社会の中では珍しく人口が増加している、都市っていう、ちょっと元気かちょっと虚弱というような、そうですね。で、この次、要介護、要支援で7段階ありますが、この入り口にあたる要支援1と2、ここに 5.8% の、数がある。でここをですね、出てるかな、この要支援1にこの辺りですね、この層を自治体の裁量で、まあ一番身近にある自治体が、担うわけですね。これ自助と互助の、必要が、ここに出てくると。これが日常生活支援総合、介護予防日常生活支援総合事業という考えなんですね。はい、その上の比較的軽いところですね、ここを頑張るというようなイメージを持っていただければ分かりやすいかなと思います。あと要介護、まあなりやすい原因疾患なんですけれども、これ、まあ、先ほどね加藤先生も言われてましたけれども、結構ここの、46% 軽い方ね、軽度者と言われる要支援1から要介護2あたりの方がどういう疾患が多いかと言いますと、この 46% ってなってるんですけどね、これがね、いわゆる肺葉症候群関係、使わないことによって起こる疾患、まあ、例えば高齢による、衰弱、あと、骨関節疾患がよく
ますね、関節疾患、骨折、転倒などですね、そこら辺が比較的軽度な、要支援1、2、軽く1ぐらいに、かなり、層が集中するといった感じです、はい、あとその、まあ、認知症というのもありますね、はい、こういう原因疾患という感じになっています。で、ここが、介護予防対策の重要性が、あると言えます、はい、軽度認定者の 53% が、このそうですね、骨関節疾患と、肺炎を含めたものです、はい、こういうところですね。要介護、要支援1、2は骨関節疾患を持つ肺炎症候群が半数以上という、まあ、こういう感じで現れてきます、はい、でここはやはりあの我々リハ食というのは予防の有効性があると、捉えていまして、ここに、ターゲットを絞ってなんとかアプローチしていけばいいかなという考えがあります。でここはあの皆さん、リハビリのね、理学療法士のと柔道整復師の養成校ということですのでね、あの学生さんも、まあ、ここら辺こういう意識を持っていただいて、まあ、普段臨床でね、活躍されている先生方、あるいは今日ケアマネさんも結構たくさんおられるかと思いますけれども、まあ、リハ職目線でどういうことを考えているか、こう左側に強みかな書いているんですけれども、医療機関が充実していると、で介護保険サービスが充実、人口密度が高い、市内中央に拠点施設が人口の増大、まあ、増えていると、でケアマネージャー数の充実、リハビリ職の充実、まあ、我々リハ職が、この行政の中に、いるということも一つの、まあ、総合事業も、行う上でちょっと強みかなと思っています。であと、これからの課題としては在宅医の確保、生活支援サービスの整備、急斜面など住環境への対応、まあ、美濃市は比較的こうアップダウンのある急斜面のあるところに、住宅地がありますので、なかなかその移動の、面での、困難さがあるといった、地域柄、土地柄があります。身近な会の場の整備をしていくという課題と、地域課題の整理と支援、ケアプランのチェックの徹底、介護・介護職の確保といったような課題を挙げさせてもらっています。次に、これ航空写真で箕面市の人口密度を見ますと、こういう感じなんですが、まあ、北部はこれ山間部なんですけれども、中央部、中心に、まあ、阪急沿線は、西の方にありまして、そこを中心に発達してきた町で、東部の方は新しく若い世代も入っていまして、県域を4つに分けますと、これが真ん中の中央、これが東部の地域、そしてこれが西部、阪急箕面駅の周辺ですね。で北部と西南で1つのエリアと今なっていて、4つのこれ、フォーカスの県域があります。まあ、こういう区割りで県域を割っています。こういう箕面市です、うん、はい。で私どもがいる拠点となるのが箕面ライフプランといいまして、市立病院、箕面市立病院と、総合保健福祉センター、そして老人保健施設が併設されていまして、で真ん中にリハビリテーションセンターがある、これ、医療と保健と福祉の 当時はデパートと言われた平成8年にこれグランドオープンしています。でここの、中に私どもが いているんですね、うん。まあ、病院もありますし老健もあると、で、福祉事務所も入っているというような感じで、うん、まあ、こういう箕面ライフプラザっていうところに私どもがいます、はい。で箕面市の新しい総合事業という話なんですが、実はこれ平成27年の4月から始めてます。今平成29年ですよね、一斉に今始まっているかと思うんですが、平成27年4月にこれ大阪府内で、一番最初に総合事業にスタートを切ったという事業、自治体です。で私平成27年にこの、まあ、総合事業、まあ、骨組みというか制度的には、作りもう 1000人の人間が作ってはいい来ている中にポンと入って、私平成27年の頃、またこの総合事業という意味合いすら知らなかったし分かんなかったです。
で多分リハビリの、ね、専門学校におられる方が大学の先生方もあまり総合授業というのをねあまりピンと来ない方も多いかなと。あのケアマネージャーさんとかはねこう今 実際に豊中市のケアマネさんとか、まあ、美濃市も事業所さん来ておられるかもしれませんけど、まあ大体イメージはつくかとは思いますが、なかなかあのリハ職で総合事業なかなか理解するのは難しいなと思うんです。私も全く、素人の段階から、いきなり27年4月から総合事業を言うて何のことか全然わからないままスタートしました。で一応ね事務的なその制度設計等に関しての、内容はあの特に喋るつもりはないんですが、私がこの2年ほどこの総合事業ということで美濃市どういうことを理学療法士としてやってきたかという内容を、ご説明させていただきたいと思います。で一応こういう表なんですけど、介護給付というのはもともとねこうある中で、この介護給付要介護1から、要介護5ですよね。でこれが、そのままスライドこれまでと同じ介護予防給付、予防給付がありますでしょう。ありますね、要支援1、2。で、この中の訪問看護と福祉用具等に関しては、これまでの介護予防給付という形で、同じ状況で、訪問介護、ヘルパーと通所介護、デイサービスに関しては、こういう形で新しい介護予防日常生活支援総合事業に移行しますというこういう感じで、ちょっとまあ分かりにくいかと思いますけれども、こういうふうになっています。でこれまであった介護予防事業の一次予防二次予防は一般介護予防事業というところで一つの枠に移行しましたと。こういうのが大体の大枠の説明になります。でサービスの細かい類型なんですけれども、訪問型サービス、ヘルパーさんとかですね、訪問介護に関しては現行の、訪問介護相当と、この表を説明します。箕面市の自立に向けたサービス利用の流れということで、例えば、まあ、何らかの、介護が必要な状況だったときに窓口に市の方事務所に訪れますね。でその後、まあ、その方にどのようなサービスが必要になるかというような、これが訪問指導のサービス担当者会議というのをします。これ、各県域 4包括の県域が箕面市にはあるんですけれども、その中にそれぞれに理学療法士が、振り分けられていて、包括の職員と、訪問に出て、サービス担当者会議をそこでします。これは自立支援型担当者会議といって、これが結構重要になってきます。そこで、リハ職の目線と、我々行政の中にいるあの保健者という立場で、まあ、今回これ日常生活支援総合事業というのは市町村の権限が結構強まっていまして、そこにリハビリ職という、カードと、保健者という立場で私どもが行って、このサービスの内容を一緒に考えます。でそれが、この自立支援型担当者会議と呼ばれるものです。これ結構重要で、後でまた説明しますね。で目標設定、明確な目標設定をして、でサービス利用を、開始すると。でまた、今度みんなで集まって、他職種連携の元気サポート会議というね、月1回あの他職種が集まってこの、ケース会議を行います。でゴール設定の妥当性等を、話し合い、でこういう流れで、まあ、ゴール設定、まあ、めでたく、まあ、デイサービスから卒業できたとかね、で社会参加にまたつながったとか、まあ、こういうイメージが一つの流れ、となっています。で我々は、ブレずに自立支援を行うために、この専門性を生かす仕事でして、自立支援のイメージの、まあ、共有を、していきたいと思います。まあ、例えば元気でいる高齢者が、まあ、ある日骨折をしたと。でもちろんこの急性期もね、急で、
事実が必要になってくる、ね、かと思いますけれどもね、うん、まあ、こういう術後抗療法が始まりますよね、これリハビリで、うん、まあ、こういう流れは分かると思いますね。で、まあ、何らかの機能低下を継続してしまうと、ワンラウンドぐらい落ちてしまうと、もう一回ここで、まあ、医療は卒業なんだけれども、まあ、介護保険でのサービスにつなぐ、でここで、まあ、大体介護保険の申請というような流れにはなるんですけれども、まあ、サービスを利用して、まあ、元気になればこれ介護保険というのは、卒業が、できると、まあ、こういう綺麗な形がね、まあ、理想ではあるんですが、まあ、そうはいかない場合も多いですね、うん、まあ、こういう元気はつらつになって帰、また自立すると、うん、で先ほど言ったあの地域ケア会議実施しているものですが、この地域ですね、うん、まあ、美濃市の医療職が、まあ、我々 PT とかが入ってたり、包括4包括が参加していたり、美濃市の事務職の方、あとケアマネ連絡会とか、市立病院の地域医療室というところが参加、まあ、こういう形で、やっています、はい、こういう雰囲気です。これが、自立支援型担当者会議、じゃあ、ごめんなさい、元気サポート会月1回ですね、はい、で、例えばこの訪問リハビリと通所リハビリでのどのような内容、プログラムをやっているかという調査なんですけれども、大体訪問リハビリでやっているということは、上の方ね、関節可動域訓練、筋力増強訓練、ROM エクササイズと筋トレ、筋力増強をやっていると。で通所リハでも同じことですよね。うん、まあ、そこら辺がその日常生活のその人の自立に、直結するような内容であるかどうかはちょっと、まあ、見直しも必要になってくるのか、まあ、要するに漫然とリハビリを提供するというのではなくて、その人の目標を設定して、それが将来どういう動作につながって、で自立を促進して完全にその、身の回りのことが自分でまあできるように支援ができるか、そこら辺に重きを置いた、アプローチが必要になってくるかと思います、まあ、そこら辺がまだ、地域の中でのリハ職が、もう一つこう一歩前に進んでやっていかなきゃいけないことかなと、まあ、私の中で実感はしています。であと通所リハビリとかを、ね、終了した後、どのような生活をイメージして楽しかったねで終わっていたものが、これからは、まあ、それは継続性を皆さんで、作って集まって、誰かリーダーとなる方がこういう形で、まあ、理想を言えば週に1回もこういう体操を主体とした、集まる場ができたらいいなということで、これからどんどんこういう準備をしていかなければいけないと言われています。なかなか難しいですけどね。これ今実際これどうやって動いているかというと、まあ、無人販売みたいに DVD みたいなこう、画像をピチッて流して、でそれを皆さんがやっている。これインストラクターのお兄さんお姉さんがいて毎回来てやらなあかんかったら、これもう大変になってきますよね。今先ほど、まあ、生産年齢人口というか働き手が少ないわけですし、まあ、高齢者がどんどん増えていく中で、ね、こういう、まあ、椅子に座ってできる DVD 用意しているのはなぜかというと、これ後期高齢者75歳以上の方も参加できるというコンセプトで作っているんですね。で、まあ、もちろんそこには90歳の方も参加されるし、まあ、今75歳というのは結構 若い人も多いですからね。体力ある方、体力ある方は、まあウォーキングに出かけられたりいろんな術がありますし、でちょっと余裕があったら立ち上がってラジオ体操を流してやるとかね、そういういろんな、体の動かし方もありますし、まあ、とにかく大事なのはみんなでこう近所で近くのコミュニティに集まって、自助と互助をできる、こういう拠点をどんどん作っていかなというふうに言われています。まあ、こんな雰囲気で、ね、やっています。はい、あとこれこれ集会室って書いてますけど、これはマンションの管理組合の中でやっている、うん、なんかいろんなマンションの
集会誌ってありますでしょ、そこに皆さん集まって、DVD を流して週に1回の体操教室を住民さんが主体で、やってる。で皆さんが誘い合って、最近誰々さんなんか見ないわねちょっと誘ってくる言うて、こういう形で、まあ、住民の力ですよね、こういうのがどん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 育って、この運動しないでこうどん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 増えていけばいいなと今思っています。こういうのをどんどん準備していくことが我々私の、まあ、仕事ではあるんですけれども、はい。であと地域の出前講座ですね、先ほど、まあ、私がちょっと話したこういう出前に行ってエハ職が運動の大切さというか、まあ、運動っていいよね、で介護保険の給付がどうこうって抑制せな大変やとか医療費が大変やねんけど、お上がまるで上から言うているみたいな感じで感じ悪いんですよね。それに反発をされる可能性があるんですよね、住民さんに対しては。でじゃなくて最初行き着くところはやはり元気になると、みんなで集まって体操したら元気になる、その理屈をちゃんとお伝えしたいんですよね。我々はそれを、お伝えできる立場にあるんですよ、リハ職はね。でそういう面では非常にまあ、いい仕事になろうとしてるんやなと思います、学生さんは。でそれをしっかりとこう説明できて、ああ運動の大切さが分かって自発的にこういう運動をやってみようっていうのが一つの流れですよね。で決して、ね、お願いするわけではないんですよね、お願いしてはダメなんです。でなんでやるのか言ったら元気になるから、元気になりたい、うん、で結果として介護保険の給付の抑制が、できたと。まあそういう介護保険って言うとやはりね、みんなでこう負担しているわけですが、介護保険の保険料って高くなるよねと、高くなるなんでって言ったらやはり使う方が増えているわけですよね、それはもう皆さん分かってあるんで、となると結果として介護保険料安くなったよね、よかったねっていうのが一つ、投げかけ方ですよね、うん、最初からこれ運動しないとみんな大変、国が大変やねんとかね、そういう言い方しちゃったらダメなんで、やはり我々は健康になるための術を知っているわけですし、それをちゃんと伝えてあげれる能力がある、それがこれから求められる、リハ職の、役割だと私は思っています。はい、うん、あこれね、理学療法士会の方、これ、ね、シニア世代向けの講習会こう、やっていただいたところなんですけど、結構こうやって理学療法士がね、地域に出て活動して、まあ、重宝されているんですよね、うん、こういう、うん、前にいる人は北摂近隣の、大阪で言えば北摂っていうところの、回復期のリハビリの理学療法士たちなんですけれども、非常になんか体操も工夫して作って、うん、なんか DVD も作ってね、やったり楽しそうにね、こうやって体を動かすっていうのもね、うん、非常に理学療法士が、どんどんこういうところに出ていけたらいいなと思います。はい。はい、じゃあ、ちょっと症例として発表させていただきたいケースなんですが、先ほどの自立障害型担当社会におうちでやるやつ。